最後の一本か。疾風先行、真昼の大決闘です。メイズたちはじゃないとおとり役を買って出た甲斐がないもんね。まったく逃げ回るだけなんて私の性に合わないのにさ。よく言うぜ、こんだけやっといて。あんたこそ。さて早いとこメイズたちと合流しようぜ。まだいたのか。デューサ、行くぞ、スルード。かなりのやり手だな。俺は早いとこ逃げを打った方が。悪いけど、そいつはごめんだよ。うん？おい、ソリュード。あいつが狙ってるのはこの私だからね。うん？なんなんだ一体。やっぱりこういう再会しかないのか、私たちは。久しぶりね、疾風のソリュード。この10年来その名で呼ばれたことはなかったよ。あの日以来だ。まだ覚えているのね、あの日のこと。本当は忘れたいんだけど、あんたのおかげさ。このメデューサ、その呼び名も忘れていないのね。泣く子も黙って殺す冷血の戦士、天候のメデューサ。それが今じゃジャイナの雇われもんかい。落ちたね。ジャイナなんて関係ない。昔馴染みのあんたをやれるのは私しかいない。それだけのことよ。そうかい。ほらさ、覚えているんじゃなかったの、あの日のこと。教えたでしょ、最後の一本は残しておけ、生き延びたければって。あの日私はこうも言ったわよね。次に会った時私はあなたを必ず殺すと。まったくあなたにはがっかりしたわ。もっと楽しませてくれると思ってたのに。私より強くなるんじゃなかったの。だから私はこんなに強くなったのに。弱いあなたに興味はないな、ソリュード。さよなら。次は逃がさないよ、ソリュード。Ugh!